はい、僕です。クレモンゼイルスキール言うてますが、今日は19日目ですね。自分は正しいという考えから離れてみる。ブッダの言葉は、もしも愚者が自ら愚かと考えれば、すなわち賢者である。これね、びっくりすることにね、ソクラテスも同じようなこと言うとるんですわ。そしてね、もっとびっくりすることがね、僕も言うてるんですわ。目見えんけど、異口同音ですね。シンクロニシティと言いますか。まあまあ、なんせ謙虚でおれよということですわ。謙虚でおることによって、他人の意見も素直に聞くことができると。これこの間ね、病院行って目の検査してもらったんですけど、わかりました、やっと。なんでこうやってね、首かしげてるのかっていうのがね、こうせなね、焦点合わなくて見えないんですよ。こうまっすぐにするとね、だいぶずれちゃうんで、それを知らんうちにこうすることによって、焦点を合わせてるという、っていうんですかね、人間の力というか、なんていう言葉でできへん、本能でこうやってるらしいです。やることによってまっすぐ見えてるんですよ今。これ別に宇多田ヒカルとかみたいに天井の低いところで歌ってるわけじゃないんですよ。宇多田ヒカルも別に歌ってないか。だからこうしてないとまっすぐ見えないんです。で、他人の意見も普段に聞くことができるということは、それは立場が上の人であろうが下の人であろうが聞くんですよ、僕の場合はね。そのアジアのランキング入った時も、そうやって自分よりも下のくらいの子とかにも教えを請うというか、教えてくれとか、これどう思うかとかっていうのを、自分が愚者やとね、自覚してたんで、だからそうやってアジアのランキングに入れたのかなって思いますね。西日本の新日本の決勝まで行ったっていうのも、そういう部分があったからかなと思ってます。だからあの時の気持ちを思い出して、自分は愚者であるということをね、また思い出して、1から0からマイナスから、わかんないですけど、高みを目指して頑張ります。以上です。ご視聴あざす。しっかり反省学習しながら構成していきます。皆様の優しく大きな愛で、チャンネル登録、更新の通知をオンにしていただいて、ぜひ日和の僕を見守ってやってください。お願いします。あざした。ではまた。